ですか。和田アキ子です。こんにちは、日本放送垣原忠です。はい、今週アッコさんに伺いたいことがたくさんあるんですが、はい、だからこそその前に番組からお知らせを一つ。僕すごく興奮から、はい、お行儀の悪い言い方いやいや、もう盛りたくさんでありすぎるので、そこ先に行っちゃうと、はい、番組のお知らせがね、はい、ちょっと伝わりにくくなる。はい、はい、どうぞ。よろしいでしょうか。はい、どうぞ。来週、はい、17日土曜日のアッコのいい加減に旋回では、はい、大好評アッコと愉快な仲間たちシリーズをお送りいたします。はい、今回は今年最後ということで、アッコ事件簿2011と題しまして、何回もタイトル変わらへん。最初はアッコと愉快な仲間たちシリーズ、その前なんか違うことなんか、アッコ最後の晩餐とかですね、なんなのこの事件簿2000。よく年末つきものじゃないですか、なんかこういう警視庁24時みたいなやつ。なんで私なんでしょう、つきものってどういうあの簡単に言うと、アッコさんの周辺で起こったあの楽しい出来事って、そう言えよ。なんで事件簿だと。いや、アッコさんにとっては楽しくても周りの人にとっては事件だろうと思って、珍プレーの数々を。珍プレー、はい、ゲストの皆さんに。君言ってることは分かってるの、自分で。珍プレーではないかもしれませんね。珍プレーって私がしたってこと。アッコさんが好プレーでしょうね、どちらかというと。君何が言いたい君はさ、誰にも迷惑がかからないような話し方をしてるけど、目の前にいる私をすごく傷つけてるんだよ。大変失礼いたしました。事件簿とか珍プレーとか、もしかしたら来週までタイトル変わるかもしれません。またか。今回のゲストの方は変わりません、はい、TKO のお二人、はい、木下さんと木本さんですね、はい、そして、今年4月に続いての登場の TKO のお二人に、はい、あの TKO のお二人はそういえば第1回の天野家の晩餐に参加されてるんですよね。そうです、そうです。出川さん、伊藤麻子さん、はい、ビビる大木さんと一緒に参加されているので。ちょっと待ってね、天野家になってんの、キャインの天野家、はい、天野家の晩餐になってんの。はい、第1回天野家の晩餐。天野家の晩餐って言う割にはイカの炒めたそんなバカなやつ、ちょっと豪華な、すごい、まあまあまあいいんですけど、はい、まあいろんな伝説を生んだその晩餐に参加されています、はい、そして、うん、もう一方、サッカー日本代表、元日本代表、はい、武田信弘さんもお呼びいたします、はい、武田さんは9月に開催された第2回天野家の晩餐会に、はい、勝俣さん、出川さん、島崎和歌子さんと一緒に参加をされています。そうですよ、はい、島崎和歌子はどうしてもその洗い物してくれる人が嫌とかね、で私ももう座っちゃったら立つの嫌なんですよ、洗い物とか。で小鉢取りに行ったり小皿変えたりとか嫌なんで、誰かいないから。で武田がまた、なんかもう可愛いのいないんすか、アイドルとかとかって言うから、アイドル誰かいるかいないかなって言いながら、実はあの伊藤麻子とかね、三浦絵の子とかその辺ではしてたんですけど、やっぱり忙しくて。で一応あの武田には佐々木のぞみが来ると。はい、はい、で、まあ、番組で天野も言ってましたけど、あのその後小雪とかね、いろいろ言ってたんです。いろんなビッグネームが出てきて、はい、はい、で天野がこの番組でも言ってたじゃない、小雪じゃなくて大雪で豪雪だったんですまあでも島崎和歌子さんがね、はい、参加をされて、まあ、島崎さんも番組に出ていただきましたが、はい、ちなみに武田信弘さんに関してはですね、このいい加減に旋回に6月にもご出演いただいてるんですが、はい、その時は日本放送ではなく、はい、他の放送局に間違っていくという事件も起こしたんです。信じられないでしょうね、はい、今回間違えず三つ星バカだから来ていただきたいと思います、はい、TKO のお二人、武田信弘さん登場、来週のいい加減に旋回へ。TKO のことで木本たちがまた面白い。そのまあ、なんていうか、その話が出るかどうかは別にしてね、11月の後半、本当は出川と天野、キャイの天野に、天野いつもありがとう、今度表で食べようって言ってたの。それで、あの洗い物もね、何もしなくていい、表で食べれば、好きなもん頼めるし、で、なんだったら、私が先、あの天野も出川もお酒飲めないから。で私はさっきつまみで飲んでるから、お前たちと交流してもいいよ。でもスケジュール1ヶ月ぐらい前から決めて、で私はもう12月入っちゃうとちょっと無理だと、いろんなお正月番組とか、あの
きゃいけないし歌があるから無理だからって、11月の後半で何食べたいって、お寿司が好きですって言うから、あそうかと思って、お寿司屋さん、いろんなお寿司屋さん行ってるから、とかその銀座とかで考えてみると、出川も私も天の声が割とでかいんで、いいお寿司屋さんって割とどういうわけかみんな光栄なんですよ、考えてみると。どうしてたの、イラッハッハーぐらいの笑い方だな、うちらおはようとかこんな感じでしょ、お前昨日どうしてたんだよ、そんなバカな、これダメだな。で、二人にちょっとそのちょっといつも行ってる寿司屋とは違うけど、いろんなおつまみが出て楽しく喋れるお寿司屋さんがあるから、そこにしようって言ってたら、わかりました、でやっぱり飲めるやつ誘おうよ、そんでじゃあ飲めるやつ勝又が飲めるから勝又誘おう、でみんなに OK 取った、勝又が大丈夫です、月曜日だったの、それは月曜日大丈夫ですって言うから、月曜日大丈夫じゃなくて何月何日の、もう11月だから忘れちゃったけど、月曜日だよ、その月曜日じゃないよ、でそれでも OK か、大丈夫です、また月曜日大丈夫です、あいつはメールないから、そのうち天野からお正月の特番でタイトル忘れたけど、ご飯いっぱい食べなきゃいけない番組が入ってしまったの、あ、その月曜日に、うん、で私もともと仕事は最優先にしろって言ってるから入ってしまった、でなんとか別府に変えていただけないでしょうか、でメールが来たの、呼んだ途端天野の電話を消すぞとあれまあ消すぞっていう私がいたんですまあね、方針としては仕事最優先だけれど、はい、感情としては消すぞという自分がいて、はい、何のためにもどんだけ私がそのお寿司屋さん連絡してね、おつまみ本当10種類ぐらいのおつまみで、あの茶碗蒸しとかもお願いねとかって頼んでたからさ、もうあらゆる方向から考えてその日にしてた、そうそうそう、でそういうこともあり、で出川と出川に電話して、出川また私キレてるから、そのメール来てキレてレガーでいいと思ってレガーなんていうか、すみません白子さん、すみません、やっちゃった、どうしたんだよ、すみません白子さん、今韓国行く飛行機の途中なんです、出るなバカ野郎って飛び立つ前ですよね、飛び立つ前ですよ、はい、そのスイッチを切り忘れて、そうね、今まさしく切ろうってするときに私からかかってきたの、ちょっと出なきゃいいのに、出川さんマジで、いや私だから出なきゃいけないと思ったんで本能的に出たの、うん、でまあ韓国行って帰ってきて、はい、まあ、あ着いて、はい、で今着きました、まあ、これこうでな、天野あかんっていうし、勝又もダメだってきた、あらあらあら、特番が遅くなるって、で我が子も一緒ですって言って、どうすんだこの日、お前と二人で飯なんて、じゃあもううちで作るからお前洗い物できるか、何しろ無理って言うから、しょうがない、じゃあプラスチックのフォークとナイフとそれからパーティー用の買って買ってこいと、東急ハンズでお前ひどい扱い、うちでそれ作ってくるからって言いながら、でもみんな誘おうとかって、そのお寿司屋さんに申し訳ないから、もう最悪私とマネージャーと二人だけでお寿司屋行こうとか、なるほど、でないともういろいろ作ってくれって分かってるから、でダメだと思って帰ろうとかって言ったら、まあみんなバラバラだけど、出川それから、木本、はい、木本、そうそう、 TKO 木本、それから、若子、はい、で松村邦弘、で私のマネージャー6人になったんですよ。増田、岡田の増田さんもいたんですか。増田もった、はい、増田もって結果バラバラで一番早く来たのが増田だった、はい、で次ちょっと増田さん忘れるのかわいそうじゃないですか、一番早く来たのに増田、またねこのラジオよく聞いてるよ、そうなんですよ、よく聞いてる、そうなので、僕の名前出していただいてありがとうございます、忘れとってごめんなさいメール待ってます、ね、これがね増田がね、梅酒は飲めるんですけど、お酒飲めないんですよ、で梅酒は飲める、梅酒はあるって、そんな梅酒だけでも飲めよって、車乗ってきたんですよ、梅酒でも梅
名刺に酒って書いてあんねんから酒やろ。そうです、中やろ。それはそうだ、間違いない。はい、足行きたい。もうジャンクさからもうみんなだけど、もうええ、もう食え。足して、ほな勝又から電話あって、あのモノマネのね、若くも一緒なんですけど、あのモノマネの番組やってて遅くなりそうです。でうちらご飯食べたの8時半ぐらいやったから、でそっち行くの11時過ぎになります。いや寿司屋でそれは無理だわ。あ、そうか、で今からスタジオちょっと変わるんで、あのさ、連絡できないかも分かりませんって勝又言うから、もういいよそれじゃ。だから出川とかお笑い番組でスタジオ変わるってのはおかしいですね。あら、これかっちゃん嘘ついてますよって言うの。あら、出川さんなんか知りましたね、何か。いや知らない、私は知らないからそういうモノマネ。出川さんが言った。あ、そうなの、変わることないの。変わらないですよ、モノマネはやる人は変わるけど審査員とか変わるわけないですから。確かに、セット作ってそれを変えるってことはね。もう一回勝又電話かけて、今度留守電の留守電、うん、これはもうしゃあない仕事してんねんから。そしたらもう終わるのが11時ね過ぎで、早く飛ばしていってマコさん11時半ぐらいになりそうですって言ったのに、島崎和歌子が同じ番組に出てる11時に来たのよ。あれ、白星遅くなってごめんなさい。勝又一緒やったから、はい、さっきまで一緒でした。お前さっき抜けて帰ってきた。いいえ、全員でエンディングも撮りました。勝又呼べもうさ、また出川が絶対勝っちゃうね、おかしいと思いましたよ。また腰に油をとくとく。みんなで勝又はもうあいつメールないから、ね、もう電話かけまくって、一人ずつ切ったらすぐ全員で、私は連絡くれ、みんなあこさんに連絡くれ。そしたら11時半ちょっと前にかかってきて、僕あのスタジオ変わるとは言ってません、スタジオで今休憩で、もう一回スタジオ戻るって言ったんですよ。そんな言い間違いどうでもへん、なんでお前ね来られへんみたいなって言うて、あんだけ来てるんだと、若子来てんのに同じ番組で、だもうあいつも嘘ついてんのも分かったから、いやもう遅いから皆さん十分楽しんでらっしゃると思って、なっけんねんなあって、ね、ほんでお酒飲んでた、はい、お酒飲んでみんなもうバーッとつまみ物とか食べてんのよ、好きに食べてもいいと、はい、松村もお酒飲めないから、おにぎり食えとお前一人もやまして、そういうあのお寿司とかめったに食べれないじゃない、で食え食え。私なんかこうトロとか食べたくなった。で陳列だなんて種ケース、ネタケース、あれにはトロ、その寿司は置いてないんですよ。でちょっとトロ、私ねトロでもつまんでみようかな、あのさんすいません、パッとそのネタケース見たら、そんな大きいネタケースじゃない、ほんまにあのなんていうんですか、小肌2枚、イカのゲソ1個、それと赤貝1個来た時きれいにもうピカピカやってんね、あのネタが。それということはつまりそれだけ全部みんな食べちゃったってこと、食っちゃったってこと、信じられる。ご飯一生近くよ、一生。あいつらアホやろ。まあ、うちねもう最後思わず割り勘にしようかなって言いそうになって、細かいけど。まあでも今日いやだからそういう話を、はいはい、木本がどれだけするかや、もうどんだけおもろかったか。今ほとんどアコさんがしたこの話を、うん、さらに TKO の木本さんがどれだけ面白くさらにできるか。いやいやいや、この後の話があるんですか。はい、それはアコさん家に行ってからですか。そうです。あらあらあら、それはやっぱ木本の楽しみですね。これは今思い出した結果、え、それで、はい、お知らせはもう終わったの。あ、今そうですね。お知らせ以上にお知らせからこんな話。来週17日の、はい、いい加減に旋回 TKO のお二人と、はい、武田さんが登場というお知らせ終了でございます、はい、ありがとうございました。